皆さんこんにちは。横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です。今日は9月18日、聖書箇所はエゼキエル書5章1節から17節、懲らしめを与えてでも清くなることを願われます。エゼキエル書5章1節から17節。人の子よ、あなたは鋭い剣を取り、それを床屋のカミソリのように使って、あなたの頭とひげを剃り、その毛をはかりで測って等分せよ。その三分の一を包囲の期間の終わるとき、町の中で焼き、また他の三分の一を取り、町の周りでそれを剣で打ち、残りの三分の一を風に吹き散らせ、私は剣を抜いて彼らの後を追う。あなたはそこから少しの毛を取り、それをあなたの衣の裾で包み、そのうちからいくらかを取って火の中にくべ、それを火で焼け、火がその中から出てイスラエルの全家に燃え移ろう。神である主はこう仰せられる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民の真ん中に置き、その周りを国々で取り囲ませた。エルサレムは諸国の民よりも悪事を働いて、私の定めに逆らい、その周りの国々よりも私の掟に逆らった。実にエルサレムは私の定めをないがしろにし、私の掟に従って歩まなかった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方は、あなた方の周りの諸国の民よりも凶暴で、私の掟に従って歩まず、私の定めを行わず、それどころか、あなた方の周りの諸国の民の定めさえ行わなかった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。今、私もあなたを責め、諸国の民の目の前で、あなたに裁きを下す。あなたのしたすべての忌み嫌うべきことのために、今までしたこともなく、これからもしないようなことを、あなたのうちで行う。それで、あなたのうちの父たちは、自分の子供を食べ、子供たちは、自分の父を食べるようになる。私は、あなたに裁きを下し、あなたのうちの残りのものを、すべて四方に散らす。それゆえ、私は生きている。神である主の御告げ。あなたは、あなたのすべての忌むべきものと、すべての忌み嫌うべきことで、私の聖女を汚したので、私はあなたを取り去り、私はあなたを惜しまず、また、憐れまない。あなたの三分の一は、あなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは、飢饉で滅び、三分の一はあなたの周りで剣に倒れ、残りの三分の一を私は四方に散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私の怒りが全うされると、私は彼らに対する私の憤りを鎮めて満足する。私が彼らに対する憤りを全うするとき、彼らは主である私が熱心に語ったことを知ろう。私はあなたの周りの諸国の民の中で通り過ぎるすべての者の目の前であなたを廃墟とし、そしりとする。私が怒りと憤りと嫌責とをもってあなたに裁きを下すとき、あなたは周りの諸国の民のそしりとなり、ののしりとなり、戒め、恐れとなる。主である私がこれを告げる。
私がひどい飢饉の矢をあなた方に放つとき、あなた方は滅びてしまおう。私がそれを放つのは、飢饉を一層ひどくして、あなた方のパンの蓄えをなくし、あなた方を滅ぼすためである。私はあなた方に飢饉と悪い獣を送る。彼らはあなたに子を失わせる。疫病と虐殺とがあなたのうちに起こる。私はあなたに剣を望ませる。主である私がこれを告げる。今日の箇所はエルサレム滅亡の予言であります。剣で頭とひげを剃り、それをはかりで測って三等分し、三分の一を焼き、三分の一を剣で刻み、残りの三分の一を風で吹き散らしました。この行為の意味を神様はこのように解説しております。お前の三分の一は飢饉と伝染病で倒れ、他の三分の一は敵に殺される。残りの三分の一は風に散らされるが、その後から敵の剣が追いかける。私たちはこの箇所をバビロン捕囚という歴史的事実から見ていますので、理解することができます。しかしエゼキエルの時代の人々は、当時のエルサレムの現実からは推測しにくいものでありました。榎本康郎先生がこのように言っております。地上的な面から類推し、兆しを見ることができず、神の言葉と現実には隔たりがあったのである。神の言葉というものはそのような性格を持っている。私たちの知恵で考えたり納得したりするものではない。もっとも、エルサレムにこれから起こることは諸国民の訓戒のためだと言います。私が怒りと憤りと嫌責とを持ってあなたに裁きを下すとき、あなたは周りの諸国の民のそしりとなり、罵りとなり、戒め恐れとなる。主である私がこれを告げる。さて、注目していただきたいのは裁きの理由であります。11節にこのように書いてあります。それゆえ、私は生きている神である主の御告げ、あなたはあなたのすべての忌むべきものとすべての忌み嫌うべきことで私の聖女を汚したので、私はあなたを取り去り、私はあなたを惜しまず、また憐れまない。つまり聖女、神殿を汚したということが問題だと言っているわけであります。当時の問題の詳細はこのあと8章に出てきます。興味深いことに、イエス様も神殿を汚したことに対して憤られ、こんなことをおっしゃられました。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。この強盗と訳された言葉、実は盗っ人というよりも過激派、過激な国粋主義者に対して使われていた言葉でした。ですからイエス様がここで問題にされていたのは、実はこういうことであります。イスラエルの国というのは本当は世界の光として用いられるために選ばれたはずだったわけです。ところが彼らは国粋主義に陥り、誤った先民思想で世界を啓蒙するどころか裁いていたわけです。神殿というのはそもそも世界のためにイスラエルに神が住まわれることを象徴するものだったわけです。ところがイエス様の時代の人たちにとっては、イスラエルの人以外の人を除外する場所となっていたんです。実際イエス様が追い出したその売り買いをしていた場所、その場所は異邦人の庭と呼ばれるユダヤ人以外の人たちのために設けられた礼拝の場所だったんです。さらにこの強盗と呼ばれた
国粋主義者たちは彼らを支配していたローマ帝国に反乱を起こそうとしておりました。その彼らの精神的な支柱となっていたのが当時の神殿だったわけです。つまり外国人に対する暴力の正当化の象徴、それが神殿が意味していたものとなっていたんです。もっともイエス・キリストは神殿のそのような神殿の裁きを宣言されただけではなく、神殿でなされなければならない贖いの代価、生贄をご自身の命をもって成し遂げてくださいました。イエス・キリストの十字架というのはそのような意味で神殿礼拝の成就でありました。私たちは今動物の生贄を捧げる必要はありません。いや、捧げてはいけません。なぜならばイエス・キリストがその支払いをご自分の命をもって完済してくださったからであります。ですから今イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるんです。イエス・キリストがあの十字架の上で全てを成し遂げてくださったからであります。使徒パウロもこんなことを言っております。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。私たちはキリストの教会を汚さないように気をつける必要があります。三位一体の神、父、子、聖霊の皆だけが崇められているでしょうか。 NT ライト教授はこのように警告しております。礼拝なしの交わりは同好会のようなものにすぐ落ちる。そして排他的集団になり、イエスの民が目標とすべきものと反対なものになってしまう。聖書を声を上げて読むことが常にクリスチャンの礼拝の中心となるのだ。聖書を開くこともなければ読むこともない。それは神の聖書を怪我しているのと同じだと言えます。聖書が語っているストーリーに生きることから引き離し、聖書のストーリー以外の別のストーリーに導こうとするならば、それはまさに神の聖書を汚していると言えます。いかがでしょうか。聖書の民として聖書の世界に浸っているでしょうか。13節にこのように書いてあります。私が彼らに対する憤りを全うするとき、彼らは主である私が熱心に語ったことを知ろう。神様は私たちに熱心に語られているお方であります。問題や試練にぶつからないとなかなか私たちは気がつかない傾向がありますが、神様は実は私たちに熱心に語られているお方であります。試練の中で真剣に祈りつつ、聖書を読む中で聖書の言葉が生き生きと私たちの心に突き刺すとき、私たちは確かに神様が熱心に語られているということに気がつきます。だからといって試練の時でなければ神様は熱心に語られていないというわけではありません。祈りつつ聖書に向き合っているならば、神様が日々私たちに熱心に語られているお方であるということが
わかります。祈ります。愛する天のお父様、あなたは今生きておられ、今熱心に私たちに語られている神であることを感謝します。私たちの心の耳を開き、聞くことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。